孫厨房、この天下を新たなものと。時は乱世、戦乱の時代。五冠の末に始まった群雄割拠は、やがて三国の定立へと収束する。三国、すなわち劉備の蜀、孫権の呉、そして曹操の魏。今、曹操と劉備はすでになく、魏と蜀はその子や孫が継いでいた。天下は三国のせめぎ合いの中、次なる時代を目指す。戦も人も私の思い通り。言ったか、諸葛よ。父上、なぜそのような声を。我が血をかけて戦うに値する男、それがいなくなるのだ。これよりの戦はただ退屈となろう。よっと。いいじゃないですか、退屈だろうと楽なのはいいことだ。追撃を始める。しょ、気を抜くなよ。はいはい。テーマだ。分かってますって。旦那様、好敵手を失い悲しゅうございますね。旦那様こそ油断なさらぬようご一緒してもよろしいですね。諸葛亮、諸葛亮なき今、恐れるものはない。無謀の衆と化した蜀を打ち滅ぼせ。まずは前線を押し返す。本陣前まで押し寄せた敵を倒すぞ。進化。なぜ今回のために私に同行した。お前が隣にいるとどうなっちゃう。もちろん旦那様の身を案じてです。分かった。それ以外の理由なら。